はい、こんにちは、としぼです。えー、今日ね、あのー、S5、ルミックス S5 のオートフォーカスが、なんかね、最近、そんな別に言うほど悪くないんじゃないかなと、こういうね、YouTube 的な使い方をしたときに、そんなに悪くないんじゃないかなと思ったんで、ちょっと検証してみたいと思います。<music> そう。 えー、ルミックスのね、その異想差 AF じゃない、コントラスト AF の、まあて言うんですか、空間認識技術を使った DFD なんだっけですよね。それを使ったパナソニックのフルサイズのカメラがもう一台、えっ、ー、と S1R の方があるんで、ちょっとね、比較をしたりなんかして検証してみたいと思います。 で、まあ、検証って言ってもね、こう YouTube 的にこうやって今、顔、今顔にピンと合ってますよね。それで、今 S5 ですよ。ルミックス S5 で、はい、こんにちは、トシボーです。こんなテンション高くないはい、こんにちは、トシボーです。じゃじゃーん。今日の商品は、キムワイプ。どうですかキムワイプ。いいですかはい、キムワイプ。なんでキムワイプ出してるのキムワイプ。 <laughs> これ今どうですかもうちょっと目が悪いんであんまりモニター確認できないんですけど、まあ、ちょっと取り込んで編集してみて、どんな感じに撮れてるか。キムワイプ。もっと寄れるかキムワイプ。はい、キムワイプ。はい、キムワイプ。どんな感じですかねでね、ちょっとね、後でその今の設定画面なんかもお見せしたいと思いますんで、じゃちょっと S1R に切り替えてみます。 はい。続いてですね。ルミックス S1R 高画素機ですよね。ルミックス S1R の方でテストしてみたいと思います、えー。どうでしょうかね。僕今これ顔にピンときてますかね。というのもモニターがね、バリアングルじゃないんでひっくり返らないんですよ。なんで僕自分の顔がちゃんとどのぐらいの画角で映っているかどうかもちょっとよくわかんない状態なんですけども。まあね、これは後ほどじゃ取り込んでから。 見てみようと思います。じゃあね、テストしてみたいと思います。はい。キムワイプ。キムワイプ。もうキムワイプ飽きてきましたけど、まあ、同じやつでね。同じ目、同じ面ですよね、さっきはい。キムワイプ。寄ってからの、キムワイプ。<laughs> なんだこりゃ。はい。キムワイプ。ズーム。引いての、 キムワイプ。はい、どうですかね。うーん、今までね、S1R で撮った時って結構失敗が多かったんですけども、何て言うんですか、えー、ずっとね、顔にへばりついてるような感じで、こうやってね、キムワイプを前に持ってきても、まあ、キムワイプ前に持ってきたことはないんですけども、商品とかね、なんかこう、紹介したいものを前に持ってきても、 ずっとね、顔に、顔に、顔がこうやって見えてるだけで、こう、顔にピントが来てて、キムワイプにピントが来なかったんですよ。ね、これちょっと今、テストしてみてるんですけども、S5 の方はね、結構、それがね、良くなってんじゃないかなと思っての、今日の検証です。じゃあね、ちょっと早速、取り込んで見てみましょう。えっと、それで、設定の方なんですけども、ちょっとすいませんね、こんなカメラワークで。 えっと、AF エリアはこんなゾーンのやつですね。ちょっと今ずれちゃってますけども、これですね。これで、えっ、ー、と、およそ、まあ、ど、真ん中ぐらい。適当ですいません、これ。このまあ、ど、こんな、顔のくる位置ぐらいにですね、持ってきてます。で、えっ、ー、と、このレバーは AFC になってますね。うん。で、 あとは、どこだえっ、ー、と、そうですね。AF カスタム設定はオフにしてます。これでね、本当は機敏にした方がいいのかなこれ。機敏とか、えっ、ー、と、敏感か。敏感とか早いにした方がもしかしたらいいかもしれませんけども、さっきのテストのやつはそのままです。えー、オフですね。で、えっ、ー、と、AF 連続動作はモード1。 まあ、あと,ざっとこんな感じで、えー、もしかしてこれき敏感にしたらもっと早いのかなちょっとやってみましょうかじゃ設定で早いあ設定で早い,でい敏感ピンとこったね敏感じゃこれでちょっともう一回テストしてみましょう はい。それではね、いかがでしたでしょうか僕もね、今見てみましたけども、結構 S5 いいじゃないですか。うん。あの、全然思ったよりも素早く切り替わってましたね、こうやって。で、S1R はちょっと微妙、出だしから微妙でしたね。出だしで最初あれ、多分あの、AF ボタンを押して、ピントをピーって合わしてからの方が良かったかもしれないです。 まあでもそんなことさせないといけないっていうのもね、どうかと思いますけども、S5 すごかったですね。よかったです。でね、じゃあまあ、こんな感じで設定特にね、どうなんですかね。下手に顔認識とかにしない方がいいのかなって気がしてます。顔認識今ちょっとやってみますね。じゃあ顔認識。はい、設定変えます。で、顔、え、今認識してますね。顔認識の状態で、来ますよ。 はい、こんにちは。はい、キムワイプ。キムワイプズーねキムワイプ引いて。はい、こんにちは。どうですかね。顔が完全に隠れるとね、多分いいんだと思いますよ。あ、でもさっきやってないもんな、これ。キムワイプ、キムワイプ、キムワイプ。こっちかキムワイプ、キムワイ折っちゃいますよね、これうーん。顔来ちゃうな。顔やっぱ隠さない、隠すといいのか。いや、顔折っちゃうか。 来てるかうん。顔完全に隠すといいけ。え、じゃあ逆に逆にちょっと待ってよ。えっ、ー、と、うーんーと、オートフォーカスをエリアにして、これをちょっと顔側に寄せといて、顔側に寄せといて、ちょっと今ね、画面で言うとこの右上あたりに、この辺ですね。この辺に今フォーカスが来るようにし、あの、フォーカスエリアがね、 来るようにしてます。で、それで、撮ってみると、おぉはい、こんにちは、としぼです。いつもこんぐらいの位置ですよね。はい、どうですかキムワイプ。ここに来ると、まあ、合わないですよね。で、これをじゃあ逆に僕の顔をこっちにやって、はい、キムワイプ。あ、来る来る。はい。でも、これもなんか体勢不自然だな。だから、そうだ。 真ん中で正解なんて、なんか一人で、何やってんの真ん中にしといて、こういう真ん中で喋っといて、はい、こんにちは、とじぼうですって言っておいて、じゃあこう避けてからのキムワイプ。受けてからのキムワイプ。はい。という感じで、避けるのかな <laughs> はい、キムワイプ。あ、いいキムアイプ。まあでもこれ、普通にスムーズですね。ちょっと見えてても。はい、はい、こういう感じです。はい。 まあ、エリアエフの方がいいな。顔認識はね、顔に食いつきすぎるかなって気がしますね。はい。で、えっ、ー、と、今ね、これ、機敏にしたんで、あれやってみますよ、例のやつ。なんかあの、ソニーの ZV-1 とかで、よくやるようなやつね。はい、じゃあ、いきますよ。これ、変わるのかな、すぐ。はい、いきますよ。はい、どんなってんだっけ。なんかちょっと、うおうさおうしてますけどね。 いきますよ。せーの。はい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 。どはい。どンはい。どンはい。どンはい。どん。はい。どん。はい。どはい。はい。はい。どはい。どん。はい。ど、はい。どん。はい。どい,い,い,い。ど、うん。はい、ね。どい。どはい。ん。はい。ん。はい。ん。はい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 。 まあ、この、すごいじゃないですか。これ、ZV-1 もっと早いんだろうけども、そこまでまあ速、早、早い必要もないかなっていう気はしますけども、これだけね、きちんと合ってくれると、めちゃくちゃいいんじゃないでしょうか。はい。という感じでね、えっ、ー、と、S1R の方はちょっとまだ、まあ、まあ、もうちょっとね、研究の余地があるかなっていう感じでしたけども、S1R じゃないわ。S5 の方は、どうですか皆さん。ちょっとルミックス、 パナソニック見直しません <laughs> という感じでね、えっ、ー、と、S5 のね、オートフォーカスの検証動画でした。じゃあ今日もね、最後までご視聴ありがとうございました。また、えー、こういった検証もしてみたいと思いますんで、えー、チャンネル登録、いいね評価、よろしくお願いします。それじゃあ、ドゥーンヒムハイあ、最後遅かった。